はい、どうも、さおちゃです。今回はですね、あのアーノッツっていうね、あのティムタムで有名なメーカーのですね、あのシェイクスっていうね、あのクラッカーをね、ちょっと紹介していこうと思います。まあ、今回チーズ&ベーコンなんですけども、ここにもピザ味とかね、バーベキューとかチキンクリスピーとかいろいろあるんですけども、なんかね、限定品だとベジマイト味もあるんで、そちらも気になるんですけど、今回はとりあえずこの無難なやつをね、ちょっとね、これ箱がすいません、ちょっとこれ運搬途中でちょっとね、やらかしたんで、はい、ということで早速ちょっと開封していきます。ちょっとね、一応ね、こんな感じで開けるんですけども、はい、普通に開けるとこんな感じですね。量はね、180g なんで、やっぱちょっとね、ずしっとする感じですね。量は少ないなって感じは全然しないですね。かなりぎっちり詰まってる感じなんで。で、早速ちょっと開封していきます。ちゃんとね、これね、銀でね、包装されてるんで、中がしけったりっていう心配もないのがいいですね。で、中見るとこんな感じですね。結構、たっぷり入ってます。まあね、この袋多分ね、昔はもっといっぱい入ったんでしょうね。まあ、これは推測ですけども。で、一応ね、この、揚げれてみるとこんな感じなんですけども、ちゃんとね、なんか、ベーコンっぽいのも入ってますし、うん。香りもね、すごい、チーズ&ベーコンそのままですね。これ早速食べていきます。うん。うまいですね。なんかね、スモークチーズっぽさもあって、ちゃんとベーコンの味もしっかりしてて、美味しいです。で、すごいね、サクサクしてるんですよ。で、これは、アーノッツ社の、商品の、まあ、あるあるなんですけども、すごくね、歯ごたえがね、しっかりしてるんですよね。うん、クリスピーで食べ応えあります。しかもこれね、よく見たらオーブンベイクでノットフライなんですよ。だから揚げてないんですよね。うん、だから焼いてあるからカリカリなんですね。これね、うまいですよ、これ。うん、やっぱね、いろいろね、今までオーストラリアのお菓子食べてきましたけど、ティムタムのメーカーのアーノッツの、この会社のお菓子は外れないですね。うん。しかね、一つ他のメーカーで頭抜きに出てる感じしますね。うん。うん。これうまい。これね、ほんと、香りが、うん。本当に、かなりこだわってる感じしますね。うん。うん。これ、美味しいと思います。このチーズ&ベーコンなんですけども、うん。なんかね、結構味が濃いめで、一枚一枚結構ね、なんか、質量があるから、結構お腹いっぱいになりますね。だから、一度で全部食べるっていうよりは、こういう感じでね、銀の包装なんで、少しここにまとめて、箱にね、入れて、また食べるっていうのがいいかなと思います。うん。でもね、これうまいですよ。うん、これ色々食べたけど、このスナックは完全に、オーストラリアはね、外食は結構するんですけど、スナックとかね、お菓子に関してはね、なんか量を考えると日本より安いし、でクオリティはかなり高いです。特に、ポテチ系とかこういうスナック系は、うん、文句なくと思いますね。なので、ぜひとも皆さん、スーパーとか、で、半額の時とか、あるいはそのディスカウントセールの、セールがあるんですよ。そういうお店とかあるんで、ぜひともね、そういう時にね、トライされてみてはいかがでしょうか。まあ、定価で買うのももちろんいいんですけども、ただスーパーで結構頻繁にセールやってるんで、ぜひともね、そういう時に、狙ってほしいかなと思いますね。まあ、ちょっとね、観光客の方難しいと思うんですけど、まあ、在住者の方とかね、留学とかワーホリで来る方で、ぜひともね、このシェイプス、ね、おすすめです。他の味もね、いろいろあるんですけども、ピザとかバーベキューとかね、それも美味しそうですね。うん。他ね、もしね、いずれ手にする機会あれば、ベジマイト味をね、まだ売ってるかな？なんか期間限定だとも聞いたんですけど、それも試してみたいですね。ということで、今回動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回動画も見ていただけたら嬉しいです。ではでは。